八神に質問できることになったので質問していこうかなと思いますが、上からいこうか。天空の力について。はじめに、あの方たちは名前を呼ばれるのが好きじゃないわ。普通の人間はもちろん、高みにいらっしゃる属性の七姿勢にさえも、影の身分こそが自分たちには最もふさわしいとお思いなの。属性の七姿勢ってなんだろうね。けれど、私が死の姿勢とお呼びしている方は、ナタのためのルール作りに手を貸してくださったわ。そして彼女の導きのもと、私は八神の国を築いた。ルール作りに手を貸してもらった人の名前が不吉すぎる件について。死の姿勢なんだ。でもなんか確かになんか死んだ後の世界みたいな感じではあるもんね。八神の国って魂がなんかうようよしてるような。それは彼女の愛の表れであり、償いの形でもあった。けれど影からしたら、彼女の行為は常識外れで、思考なる、いえ、天理の機嫌を損ねてしまった。出た、天理ってちょいちょい出てくるけどよくわからんのよね。なんかあの浮いてるあれが天理関係なのかな。あの軍玉閣じゃなくて何か浮いてるのあるよね。もう一個あれなんだろうなと思ってんだけど。それ以降、死の姿勢は半ば自暴自棄になってしまって、誰に何を言われようとどうでもよくなった。にもかかわらず、彼女の存在を知る人はごくわずかだった。なんか言ってることがよくわかんないな。自暴自棄になってしまって、誰に何を言われようとどうでもよくなった。にもかかわらず彼女の存在を知る人はごくわずかだったって。自暴自棄になったことと彼女の存在を知る人がわずかなことって関係なくない？関係あるのかな。自暴自棄よくわからんな、話の流れが。できれば私がその言葉を使ったことを内緒にしてくれるかしら。体力を温存するために単刀直入に言いたかっただけよ。わかりやすいのはいいことだね。ここに来る間、いろんな疑問を抱えていたことでしょう。ご褒美に知識を授けるわ。さあ、何でも聞いてちょうだい。そうですね、メンツが揃ってましたから私も最後までは見てませんけど、そうそう。なんかずらっと並んでたでしょう。あ、こいつらで何か成し遂げるんだろうなみたいな。もうあの絵面で分かったよ。スクショで分かるよな、あれ。その概念は初耳だわ。地脈を織りなし、想像する力があると言ったわよね。私でさえ無から有を生み出すことはできないわ。再構築といっても、地脈の健全な部分を再利用して新たに組み立てるだけだから。もしナタ人がその力を扱えるようになったら、アビスの脅威に対抗する他の方法が見つかるかもしれないわね。ここに来る間、いろんな疑問を抱えていたことでしょう。まあ、今聞いたの運命の書記を授けるわ。さあ、何でも聞いてちょうだい。元素力とアビスについて。テイワットの原初の力である元素、それをもとに天理が改造した産物が元素力よ。その改造自体、アビスの脅威に備えるためのものだったの。元素の方が先なんだ、元素力より。天理が元素を改造して元素力になったの。光界の力と人界の力について聞いたことはあるかしら。この線で解釈するのは面倒ね。光を屈折させると7つの色に分かれるでしょ。つまり私たちが虹と呼ぶものね。同じようにこの2つの力はそれぞれ古代と現代に属している。そう考えていいわ。
ここに来る間、いろんな疑問を抱えていたことでしょう。ご褒美に知識をさせて。いまいち分かりづらいな。さ、何でも聞いてちょうだい。まあ、一応アーカイブ区切るから、まあ、見返すようにはなってる、見返せれるようにはするけど。ええ、もちろん知っているわ。児玉の子の職人さんがまだ何も言ってきてないけど、おそらく名園の主の少女がここにいないからでしょうね。名園の主の少女、あれイアンサって名園の主だったっけ。でも心配はいらないわ。夢の中で彼女たちに会って必要な準備について教えてあげる。少女？ええ、違うの。ここに来る間、いろんな疑問を抱えていたことでしょう。ご褒美に知識を授けるわ。あれ、これ今聞いたっけ。何でも聞いてちょうだい。これ今聞いた、一応もう一回聞いてみる。少女のやつだね。もちろん知っているわ。児玉の子の職人さんがまだ何も言ってきてないけど、おそらく名園の主の少女がここにいないからでしょうね。名園の主の少女がそれに当たるってことか。でも心配はいらないわ。夢の中で彼女たちに会って必要な準備に。少女、ええ、ここに来る間、いろんな疑問を抱えていたことでしょう。これから授かる子名について。ご褒美に知識を授けるわ。まあ一応一通り聞いたね。途中で遮る。これでいいのか。これ多分今このくだり、これ離れたらもう聞けなくなっちゃうからね。宣伝に体当たりする。こいつらはどこにも導いてくれないっぽいね。離れますが、宝箱ないのかな。さすがにこんなとこに置かないか。あ、ここから先行かれないわ。じゃあここから行けるかな。夜が明ける前に。手を取り合ってこそ光が見える。あ、隊長とマービックか。なんか不思議なあれだよね、原神って。やっぱ、まあ、よく思うけど、絶対役みたいなものをなんかあんまり表現しないというかね。ファドゥイにも正義があるみたいな考えがあってやってるみたいなのがちゃんと分かるようになってんのがすごいよな。ここでじゃあちょっとアーカイブ区切って、こんな帰ろうか。